楽天の開幕投手が、4年目の早川孝久に決まった。今井監督は、新生イーグルスとして、これから絶対的に引っ張っていってもらわないといけない選手。特別な場所を経験して、さらなる飛躍をしてもらいたいという思いで決めた。とその思いを語った。大役を託された早川は、喜びよりも使命感が強い。チームの顔として投げるので、完投、完封を目指したい、と言葉に決意を込めた。